ちょっと引っ込んだところで落ちた。はい、どうもこんにちは、こんばんは、アイです。というわけで今回はこちらの次の日猫の日怪奇譚、こちらのゲームやっていきたいと思います。あの次の日シリーズに猫が出てくるということで気になったんで、早速やっていきたいと思います。それでは早速お産スタート。怖いのかな、果たして。ご注意、ホラー表現が含まれますので苦手な方はご注意ください。はい、皆さんご注意ください。猫、あ、猫だ、すごいリアルな猫だな。結構、じゃあ歩いていくか。また左に進んでいくだけだもんね、本当に。カラスの音とかがしつつ、猫ちゃんだね、バッチリ。それ以外何も言うことはない。おしっことかかけられた時用のなんかペットボトルね、あるよね。おお、車でかいな。車、それ猫目線だもんな。こんな大きく見えるのか。ゴミの場所、ゴミ出しか、これ。他の猫の声もするね。まあ一周目だし、そんなまずなんか起こるということはないだろう。だんだん近くなってんな、猫の声。大丈夫、タッチタッチタッチ、なんかいる、なんかいるわけじゃなさそうだけどな。何もいないか。なんだ、何もいないね。まあ一周目だしな。まずこれがね、ホラーゲームなのかすらもちょっと俺は分かってない。まあ、ホラーゲームって書いてあった。うわ、虫ちゃんだ。虫ちゃん、なんか謎な虫ちゃんだな。なんも起きねえな、マジで。あ、カラーコーンだね。工事中かな、なんかしら。誰かがいるわけとかでもない。うん、やっぱ工事中の看板ってだけだね。これ今んところただほのぼのした日常の猫の散歩を見てるみたいな感じになってるけど。いいのか、こんな感じ。なんか、音楽流れてきたの。なんだ、何の音？タッチ。ん？なんかいる？なんも、なんかいるわけではないか。あー、首下かわいい。猫好きなんやな、マジで。かわいいよな、猫って。あ、これで一周目か。綺麗な毛並みしてんな、この猫。猫っていいよな、ゆったりしてて、ほんとに。次の日、なんかあんまり怖くないか今回。次の日はさあ2日目ですね。さあ、こっからさっさとホラー表現が入ってくるはずなんだけど、なんか来るかな。さあ、なんか変わってるところを探していこうか。とりあえず何かしら変わってるはずだから絶対。あちょっと引っ込んだところで倒ちた。なんかいたな、今。猫いたな。猫の音量みたいなやつにね。これはペットボトル回収のやつかな。これで回収するタイプ、あんまり俺見たことないんだよね。おーん、めっちゃ目びっくりしてる。かわいい。チャリンコとかね。こんなかわいい猫近くね歩いてたんで、俺速攻撫でに行っちゃうかもしれないわ。特に何か起きるわけでもないか。あれ、待って。ペットボトルの先になんかいるな、猫ちゃん。昨日お前か。こいつか。俺にずっと唸ってたやつ。いるね、やっぱり。いるんだ、君。わーんって言ってんね、ずっとね。さあ、そろそろ不穏な空気が漂ってきたね。誰か来るか？お、これで、二日目は終わりか？いるやん、いるやん、いるやん、バッチシ猫ちゃんの霊。猫ちゃんの霊いるの？猫の霊って存在するんだ。次の日。さあ、3日目だね。さあ、だんだんなんか周りが暗くなってきた感じはあるね、なんか。この猫自体に変化は特にないと。また虫だ。この虫結構いっぱいいるね、ずっと。あらららら。食べに来たの？猫ちゃん。かわいいよ、出てやな。あれ、なんかおかしくない？なんでこんなことになってんだ？あー、車の下？車の下を通ろうとしてんのかな？あー、はい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 。よくいるもんね、車の下ね。
車発進するときとかさ、下に猫いないかとかさ、ちゃんといないかとか確認しないといけないからさ、と思ったらめっちゃいるな。青い猫がいるな、明らかに。気づいてないか、この猫ちゃん。威嚇されとんぞ。なんか、数匹ぐらい重なってる？でもこれといって、可愛らしい猫の手があるぐらいか。ああ、また増えた。また増えた。そこ歩いてったの？その猫ちゃんは。なんかすごい錆びてんの、この車。よく見たら。なんでこんな錆びてんの？あ、青猫ちゃんや。やっぱここにもいるやん。消えるけど。さあ、何がついてくる？そろそろもう恐怖戦出来るっしょ。なんもなかったか。あー、かわいい。お手手舐めてね。おっと、ついてきてんな。もう、あんまり怖くないやな、今回の。今のところ、かわいいで全部済んでるわ。次の日。さあ、次、4日目ですね。まだ次の日来ないね。あ、なんか眠そう。お昼ぐらいなのかな？なんか、夕方ぐらいな感じの明るさしてるけど。何猫っていうんだ、こういうの。白と茶色の。こういうタイプが一番可愛いんだよな。うわ、もうなんかついてるね、早速。結構がっつりだよ、今回は。下がる気もなかったじゃん。てか、なんかペットボトル増えすぎじゃね？なんでこんな増えたん？ペットボトルのとこなんか猫の顔ない？なんかめっちゃ猫いないか。粗大ゴミ。その辺は特に関係ないかな、さすがに。あ、チャインコがいてね。どうした？なんで息荒くなってる？大丈夫？なんで歯あって？何？なんかあったんか？大丈夫か？てかやっぱペットボトル増えすぎじゃないか、いくらなんでも一気に。いや、もうお前らいるやん。キツネみたいなやつもいるし。なんか虫みたいなのもいんな、手前に。すごい、ワーンって言ってんね、めっちゃ。うーわ。手前の猫が可愛すぎてあんまり恐怖に感じてない俺が。これあれかな、なんか前作にもあったよね、なんか。いなくなった人たちが全員柱にされるみたいな。今回はペットボトルになってんのかな、もしかしたら。誰？服着てる？この猫もしかして。何着てんの？あ、違う。カラーコーンのところか。あれ、カラーコーンか。すごい、猫の音量がこんなに、そんなにいるもんなのか。やっぱ猫の世界には猫の幽霊もいるもんなのかな。てか、世界がどんどん歪んでるな。でもこいつはいるだけなんだよな、またな。あー、くっついてる。融合召喚2体、3体目、3体もいる。もう融合しちゃってるやん。現世に召喚やん。もうそろそろ2の日来るかな。まだ来ないね。次の日。あ、来た。次の日。さあ、これが最終日だね、じゃあ。猫ちゃん大丈夫？どうなった？ああ、もうどんどん元気なくなってる。大丈夫？歩いてこう。何？ああ、すごい見てくる。めっちゃ似てくるやん。手前にもいる。なんなんこの猫たち。お前こっち向くない急に、こっち。向かないね。そっちしか見てないか。ケツ穴見えてんぞ。あ、え、待って。めっちゃ目赤いやつになってる。と思ったらそいつじゃなかったわ。この猫ちゃん大丈夫？元気ないの？ああ、もういっぱい猫ちゃんいる。この地域すごいね。こんだけ猫いんのか。多分そこにもいっぱい出てくるよね、やっぱりね。なんか、あれだな。手形だったら怖いんだろうな、俺な、人間の。人間の手形なら怖いんだろうけど、猫の手形可愛すぎな。うわ、でっけえ、この子。でかすぎない君。クソでかいやん。もう最初からそこに鎮座されてると。あ、待って。ここから聞こえてくる声ってずっとこいつが泣いてたんか。なるほどね。それなら納得だ。大丈夫かなこの子、本当に。それだけ心配だよ、健康面。ちゃんと食べてんのか、飯。野良猫ってわけじゃないだろう。こんな毎日この辺、うろついてんだったら。大丈夫？ああ、もう。
猫だから可愛い。あんまり驚かれねえ俺も。カラコンの横にもいちゃって。あー反対に2体同時に使っちゃって可愛らしい。いよいよみんなどんどん可愛ささらけ出していこう。みんなに猫の猫を布教していこうぜみんなで。おーおーおおでっかいね。初めて俺驚いたわ多分このゲームで。なんかめっちゃ赤いねそのなんだ。なんかあったっけこの辺で。何があんだこれ。タッチ行こう。なんだ何がいる。猫ってやってるよね。猫だよな。甲子園。うわ猫探してます連絡くださいになってる。めっちゃ猫見てるやん。その中にいんのかもしかして。うちの猫ちゃんもこのボスみたいな猫何なんだ一体。ずっといたけど。アイムシアン様ありがとうございました。あうちの猫だ。こいつも引き込まれちゃったのか。うわもうここも変わったのかついに。引き込まれた後ってことか。はいというわけで今回こちらの次の日猫の日怪奇談こちらのゲームやってきました。あんまりホラー要素が強いかって言われるとそんな強いわけじゃなかったんで、まあ、次の日未体験の方はこちらのゲームやってみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。